お客様はちょっといいですか？何ですか？お客様は今学生さんですか？いえ、3月で卒業して今は社会人です。それはおめでとうございます。あ、ありがとうございます。ところで今お使いの通学定期券はもう使えないですよ。え、まだ期間残ってますよ。学生扱いは3月31日までです。それ以降は社会人ですね。通勤定期となります。じゃあどうなるんですか？この場合、資格損失誤使用として不正乗車扱いとなりますので、3倍運賃のご請求となります。いや、だって分かんなかったんですよ。拒否する場合は警察を呼びますよ。最悪の場合、詐欺罪または迷惑行為防止条例違反で検挙となりますよ。ちょっと待ってくださいよ。ということもありますので気をつけてくださいね。あ、はい。びっくりしました？人生終わったかと思いましたよ。それじゃあ3倍運賃いただきますね。また冗談ですよね。払ってください。えー